いや、吉田さん、やる気が出ませんっていうのは全てをご破産にする、まあ、そんな一言ですよね。どんな素晴らしいノウハウがあっても、どれだけ儲かる投資話があっても、やる気が出ませんって言ったらね、そこで終わりですよね。まあ、つまり世の中がどうだとか、案件がどうだとか、再現性がどうだとかっていうよりも、まさに自分の状態がどうなのかによってだいぶ変わりますよね。でコンサルっていうのはやる気を出させるような、そのモチベーターとしての役割もあるわけですよ。頑張ろうぜみたいなね、やる気になるだろうみたいなね。そしたら確かにコンサルっていうのは非常に自分の言いたいことも聞いてくれるし、厳しいことも言ってくれるから、なんか鍛えられた気がするんですよね。だから今ならなんとかなるんじゃないかなみたいな気になって、で本当に売り上げがたまたま上がることがあるみたいなね。コンサルですよね。だからコンサルってのは正解に導くというよりも、うん、諦めない、やる気を出させるってところが大きいんじゃないかなと、うん、まあ、コンサルね、うん、だからやっぱりコンテンツを購入して自力でやれる人もいれば、それでダメだったらコンサル受けた方がいいっていう、そういう風な流れになってきますよね。あのジムに行っても機材あれば、機材さえあれば自分でできる人と、パーソナルトレーナーがチェックして追い込んで声をかけてくれればできる人とって分かれるっての前もお話しましたけど、そんな感じでしょう。やる気がなかったら、せっかくね可愛い女の子と付き合えても、まさにやる気が出ないでしょ。だから自分の気持ち次第ですよね。あんまり好みじゃない女の子とでも、なんかね、気持ち次第で素晴らしいデートが完成することもありますからね。いや本当、病は気からじゃないですけども、やる気は気からというね、まあ、そんなトンチみたいな言葉になってしまいました。やる気は気から、当たり前やろみたいな。いってらっしゃい。